木村拓哉さんが主演を務める映画「レジェンド&バタフライ」。1月12日にジャパンプレミアに出席した木村拓哉さん。東映が70周年を迎えるにあたり記念作品として制作費用はなんと異例の20億円超えなんだとか。レジェンドとは戦国武将織田信長を指し、バタフライとは信長の正室濃姫を指しています。機長という呼び名があったことからバタフライと名付けたそうです。そんなレジェンド&バタフライの作品について木村拓哉さんは、共演者も綾瀬はるかさんや伊藤英明さん、中谷美紀さんと主演級が並ぶ超大作ですと思いを語っていました。脚本は大河ドラマどうする家康の吉沢亮太さん、監督は映画流浪に剣心の大友啓史さんが務めるなど一流のスタッフが集結していることから、いろんな意味で大注目な映画となりました。2021年9月にクランクイン。場所は山形県鶴岡市にある庄内オープンセットだそうで、国宝重要文化財に指定されている場所でも撮影を行っていたらしく、細部にまでこだわっていたそう。庄内オープンセットで6日間にわたって行われた撮影はエキストラを何百人も使い、大掛かりな合戦シーンであったにもかかわらず、実際使われた時間はなんと10数秒。これは驚きですよね。普段なら作品の一番となるレベルの高い迫力ある注目シーンとしてもおかしくないはずです。東映の気合の入ったビッグプロジェクトということもあってか、木村拓哉さんも宣伝活動に積極的だったそうで、2022年11月に岐阜で行われた信長祭りも岐阜県民の方により多くこの映画を見てもらいたいと木村さん自身で掛け合ったのだとか。動画配信サービスYaoで木村さんは信長ゆかりの地を巡り、とても楽しんでおられるようでした。木村さんが信長役を演じたのは今回初めてではないようで、1998年にスペシャルドラマ織田信長天下を取ったバカでも信長役の主演を務めています。2度目ということもあり、木村さんは信長に対してとてもリスペクトされている様子。記者会見でのインタビューでは、記者に対しても映画のスタッフの方より信長の名前は呼び捨てにせず必ずさん付けで読んでくださいと注意されていたようで、ライターさんにとってもこのような過去の偉人に対しての呼び方を指定されることは初めてで、少し驚かれていた様子でした。木村さん自身は信長のことをインタビュー中は終始彼と呼んでいました。木村さんが尊敬している人物だから、信長に関わる側として同じように尊敬の念を込めて言ってほしいということなのかもしれませんね。信長のさん付けに関して時代劇に詳しいビリー・荻野さんに聞いてみると、歴史上の人物をリスペクトしてさん付けする俳優さんは少なくないんだとか。それだけでなく、歴史上の人物にゆかりのある地域も親しみを込めてさん付けする俳優さんも多いそうです。ですが今回の木村さんのように取材するライターさんやその他スタッフに対しても呼び捨てを禁止させている俳優さんは珍しいはずです。そんな木村拓哉さんが主演を務める映画レジェンド&バタフライ、配給会社の東映も今作を盛り上げようと必死なようです。東京銀座に本社ビルを構える東映は、通常の作品では類を見ない巨大な垂れ幕が掲げられています。その他にも公式サイトでは様々な小説家やライター俳優まで幅広い著名人の絶賛のコメントもアップされているほど、インフルエンサーで有名な映画感想 TikToker であるしんのすけさんも、木村拓哉という人生を生きた彼だからこそ描けた信長の栄光と孤独と木村さんの演じる信長に絶賛しています。時代劇に詳しいビリー・荻野さんも、木村さんを信長役を演じられる数少ない俳優の一人であると語ります。また木村さんはお相手役の濃姫を演じる綾瀬はるかさんに対しても、綾瀬さんじゃなかったらこのようなアクションは存在していないとのこと。主役である信長、濃姫の役もバッチリと決まったこの作品は、配給会社の東映含め様々な方が推すのもうなずけます。数十年にわたる夫婦のラブストーリーを描いたこの作品、まだご覧になられていない方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いします。